ゴリラでございます,ゴリ,ラでございますゴリラスポットゴリラでございます説明しようこのチャンネルはゴリラが大好きな映画を語ったり止まらない物欲に身もえながらお絵描きや造形はたまたおもちゃのカスタムにオリジナルグッズ制作などなど創作活動をしながらハッピーをシェアするチャンネルだよはいということでですねえー、皆さんこちらからはご無沙汰でございますゴリラスポットでございますちょっとね久しぶりになってしまいましたけどこんなやつらねやっとえっえっ えがわりがしましたでございますけども、今回ですね、何のお話かというと、もうね、先日ついに発表されました。俺の大好きな Apple が、新しい MacBook Pro を発表しました。やったうんでね、え、ー まあ今回ね、その MacBook Pro なんですけど、まあね、皆さん耳には聞いたことあると思うんですけども、M1 という Apple がね、独自に開発したすごいチップがあるんですよ。で、この M1 をさらに M1 Pro と M1 Max っていうもうめちゃめちゃアップデートして、超すごい化け物みたいなコンピューターにしちゃったよっていう、まあこんなね <laughs>、こんなインテリジェンスのない <laughs>、もちろんあの説明はしてませんけどプレゼンはしてませんけど、まあとにかく、すごいコンピューターが発売されまして、発表されまして、で、ついにそれを 私もでですすねポチったよといいうごご報告でございますしかもどんな内容でポチったかっていうとフルスペック全盛りですやったちょっとまあこの後皆さんと一緒にちょっとどんな風にポチったのか今日はその模様を見ていただきましてこんな感じで購入しましたというご報告をする動画でございますのでよろしければ最後までご覧くださいではですねちょっと早速皆さんと一緒に画面を見ていきたいと思います いやーもうね、ついにね、発表されましたでございますよ。はい。えー、まずですね、こちらアップルのホームページ。で、まずですね、ここ、ぐるーっとして持っていくと、はい、もう出てきました。MacBook Pro。ね、えー 怪力をプロとということで10月26日発売、ね、でもここでさらに詳しく注文ということでね、もうイベント見た後なんで、も注文をもうすぐに私、ポチりました。はい、ドンはい、出ました。で、新しい MacBook Pro のモデルを選ぶということで、13インチ、14インチ、16インチとあります。で、今回新しく発表されたのは、ここにね、ニューって書いてあるように、えー イ、あのー、インチインチチとそししてこの2つが発表されましたで俺はですね、まあ、これが15インチなんですけども、まあ、この今回16インチとちょっと大きくなってるんですよ前のモデルからかな、まあ、そこそこ大きくなっているので、えーまあ、今回はあ16インチ同じように、ね、一番大きい方う、まあ、作業するのにも16インチの方がもろもろいいのでお仕事でも使うので、えーまあ、この16インチの方を選びましたで、えー、ご覧ください、はい、こちらにですね16インチは3つモデルがあります。えー、M1 プロのパターン、A、パターン B、M1 プロ、さらにパターン C、M1 マックスということで,です、ね、こちらがです、ね、違うのが、ここですね、GPU ですね、こちらが1 6 g p コアとこちらも16コアですけど M1MAX だけ32コア GPU ということでまずは色ですねスペースグレーからシルバーそうシルバーにしたんですこれはちなみに、えー、とスペースグレーですでスペースグレーずっと使ってたんですけどちょっとね思うところがあってやっぱね Mac ってこの間友達がねあの間違ってシルバー買っちゃったんだけど改めて見たらやっぱ、まあ、シルバーいいなーっていうすごい何つうんだろう ザ・アップルって感じクラシックな感じがしてて次買うならシルバーに戻そうと思ってたんですけど今回さらに新しい MacBookPro のデザインも変わって、まあ、見てくれがねあのー、非常にちょっと昔のまあこの辺のポートとかもあの昔のちょっと復活して SD カードが入るようになったりとかもろもろ復活してちょっとね先祖返りっていうんですかね今のこの雰囲気を持ちつつもあのちょっとクラシックな雰囲気も持ってきたのでやっぱこのシルバーすごい入るんじゃないかなと似合うんじゃないかなと思って非常に楽しみなんですけどシルバー選びました。 まあ見てください、大きく違うのはこちら、ドンパターン A、29万9800円、まあ、もうこれだけでも結構高いです、高いんですけども、さらにドン、えー、パターン B、えー、32万1800円、<laughs> 結構します。でさらに、M1 マックス、マックス41万9800円、税込みということで、えーまあ、この中で何を選んだかというと、先ほども言いましたように、私は。 フルスペックを選んだので、はい、こちらでございます。で、まあもう進みましょう。次、選択です。41の金属。これ選択しましたさあ、ね、えー、16インチ MacBook Pro をカスタマイズということで、ここからカスタマイズしていきます。さあね、ちょっと1回メガネかけようかね。はい。スティーブ・ジョブズがね、買ったメガネと同じ、パリミキのメガネです。 <laughs> そんなことどうでもいいよって感じですけど。さあ、ここからですね、カスタムしていきます。まずメモリ、十二ギバーバ二2ギガのニューファイドメモリーと、もしくは4万4000円足して、プラスして、64万、えー、64ギガ、えー、ユニファイドメモリー、どっちにしますかっていうことで、まあこっち、ポンね、64ギガしましたよ。そしてさらにね、ストレージでございます。新たにぴったりの容量はって聞いてきてます。うん。 俺にぴったりの夜をいくつかなみたいなね。考えました。1テラ、のんのんのん。2テラ、のんのんのん。4テラ、のんのんのん。8テラ、のんのんんっていう感じなんですけど <laughs>、えー、えまずね、8テラまでね、えー、ご用意されております。で、値段が2テラ増やすと4万4千円プラスになります。で、4テラ増やすと、もう、11万円プラスです。さらに、8テラ増やし、増やしますとお、選びますと、なんと、はい、ドうえー、24万。 2,000円でございます。もうね、これ <laughs>、これね、あのー、スーパーカブ買えますよ。ね、最近、あの他の俺の、あのー、CT125、ハンターカブで、えー、トラさんの見た風景を見に行くっていう企画、見てくださってる方はご存知かと思いますけど、バイクにね、ちょっと目覚めてるんで、バイク基準でも考えてますけど、もうこれ、<laughs> バイク1台買えます、この値段。<laughs> なんだったらねあの、こっちで行くと、iPad もね、全然買えちゃうし。 なんで、えー、まあねえー、いろいろ悩んだ挙句私が選んだのは、はい、フルスペックなので8セラドン選びました。い <laughs> ったよ、いったよ、もうどんどんいったらいったらねでさらに、えー、こちらですね、えー、キーボードの言語ということで、これ日本語ではなくてですね、あの俺は昔からずっとですねあのこのマジックキーボードはあの英語、ねえー、のキーボードで選んでます。まあ、なんかかそっちの方がなんですか あの元々のデザインじゃんっていうかあの本国スタイルってやつ、うん、なんかよく分かんないけどまあなんか気分を味わいたいっていうとこなんですけど何、えー、でもすっかりそっちになっちゃったんでねマジックキーボードは英語の US 版を選びましたそしてプリンインストールあらかじめねソフトウェアプロファイナルカットプロこれはですね前入れてたんですけどまあ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 うんもうちょっとね うん。あの、今はやっぱ仕事で、まあね、YouTube のこの編集もプレミアプロでやってるので、これはなし。で、えー、ロジックプロ、これもね、えー、今使ってないので、なし。ということで、さあ、このまんま、ね、えー、金額の方は、はい、見てください、こちら下の方。70万、飛んで5800円。<笑><笑>ね、えー、これバックに、バックに追加 グーっ,っていうことで、はい、入りました。カートに入っちゃいました。 一緒にこちらもおすすめですということなので、えー、見ていきましょう。アップルケアプラスということでね、これ、まあ、アップルケアっていうのは何なのかっていうと、えーまあ、アップルによる製品保証ですね、えー、まあ、えー、保証延長みたいなことですかね。まあ、いろいろとここに書いてありますけども、過失や事故損傷などによるテクニカルサービスなら3年受けられますとか、まあ、専任サポートのおースペシャリストアクセスとか、まあ、純正パーツを使った、えー、認定、修理サービスとかですね、まあ、もろもろお、こっち入れといた方が得ですよっていうことなんですけども、中にはね、 まあこれれれ全製品入れらられるんですすけどまあいらなもものもありますただ俺は MacBook も多分お家でずっと使うっていう方はほとんどあの必要ないかもしれないんですけど俺はちょっとお仕事でも結構使ってましてあの撮影のねえ現場の中だとねロケとかねまあ最近はあのコロナになってからは行くこともないんですけど砂漠に行ったりとか海外とかで <laughs> その砂漠の中でね編集するとかあの極寒のね <laughs> あの寒い中でずっとねあの 北風の中で使ったりとかうんもうね砂ぼこり、撮影でねスタジオでもう砂ぼこりばーんの中で使うことが多くてまあまあ壊れやすい環境でいるのでもうこれも入れますんですがはい見てくださいお値段4万2800円でございますねまあでもね壊れたとき考えたらもうこんな値段じゃ効かないので基本的にはこれ入っておくともうディスプレイ交換はえと今もそうかな無料でやってもらえるのでこれはバックに追加しましたはいでさらにえここですねえ延長コード 電源アダプター延長ケーブルという、これもね、スタジオとかね、外でね、ロケとか仕事でもよくあの電源まで遠かったりするので、これもバッグに追加します。1980年、これはそこまでじゃないんですけども。で、今話題になっております。アップルの布なんつってね、みんな揶揄したりね、ちょっとね、俺はこのね、ポリッシングクロスという、この表面を傷つけない柔らかなあ素材で作られたあクロスは、あらゆるアップル製品のディスプレイを安全かつ効率よく綺麗にしますということで、俺はね、これもポチりました。はい ポチってます。はい。で、ね、あのー、まあ、ね、布ごときにこの値段2千円もすんのみたいな役。俺は、まあ、ちょっとね、実際着て物触ってみたりとか使ってみないと何とも言えませんけど、布ってね、あのー、こんなこと俺が言うまでもないんですけど、ピン切りなんですよ。も、ま、う、あ、ね、あの、この大きさで、このもので、この値段じゃ効かない布なんてたくさんあるし、まあ、ね、あのー、70万ですよ、言ったら。 70万円の,あの払ったあの画面を拭くのにそんなね、100均とかで買ったようなあの布ではね、ちょっとでも傷つくって、まあ、しょうがないんですけど、傷はつきます、おそらく外でも使うんで、傷はつくけど、やっぱね、メーカー公認のもので手入れはしたいです。はい、ということで、もう全然あの、おそらくねあの、値段に見合ったものを、クオリティはしてるんじゃないかなということで、これ、ポチってます。だって、70万円ですよ。 まあこれじゃあバックの中へ、レッツーゴーはい、きました。さあバックの中身を確認します。じゃあ下から見ていきましょうかね。今言ったポリッシングクロス。こちらがですね、はい、これです。ポリッシングクロス。ね、これが入ってます。まあ、こんな感じですね。はい。ね、まあ、上質そうな布でございます。はい、で次に、電源アダプターケーブル。これもポチりました。はい。 これ円で,で、ええー、では、一番上見てみましょう。はい、こちら。16万。えー、1 <laughs> 何言ってんのおかしくなってえー、ね、16インチ MacBook Pro シルバー、えー、お一つで、お一つで70万5800円でございます。わおね、えー、まあ、合計金額下に行きます。はい、ドン合計75万2560円ということで、やったぜうっ <laughs> <laughs> うわ ということで,です、ねえー、この75万2560円の MacBookProM1MAX 入りの、ね、MacBookPro ポチッて見ました。でですね、えーまあ、これは今日ちょっと今皆さんと一緒に共有したくて、この俺の喜びと苦しみを。 共有したくてですね。今ちょ,っとちょっと再現でね、今同じようにポチってみましたけども、あまあ現状としましては、はい。俺の Mac はですね、到着は十一月の十九日から十一月の二十六日となっております。 なのでですねまあまあ2、3週間後ぐらいにはあ実際に届いて、えー、皆さんにですね開封の儀そしてまあちょっとした書き出しこんぐらい早くなったこれとね比べてこんぐらい早いとかまあそんなことを、ねまあ、よくありますけどもそんな実験もやってみようかなと思いますでこちら布なんですけどもこのねポリッシングクロスこちらはですね到着来年です、えー、来年の1月の5日から、まあ、1月の20日に到着予定ということでまあ、これも届いたらですねちょっと皆さんに開封の儀みたいな感じでお届けしたいと思います、まあ まあ詳しい機能なんかにつきましてはまあ他の動画なんかでも皆さんにあのご紹介している動画たくさんありますのでよろしければねそちらアップルのね公式でもご紹介していますのでどれだけすげえかっていうことは皆さんそちらでチェックしていただければと思いますでねこの75万円というね金額約75万円という金額うもちろん鬼のローンで組みましたもう長いねローンですよ、えー もうね寅、あのー、さんのね見た風景はハンターカブで行くよりも長い、いやそんなにではねえかあっち14年とか,か。でね、これね、皆さんちょっと一つだけ、えー、ちょっとお得な情報って感じなんですけども、えー、アップルはアップルローンというオリコさんとですね提携したローンがありましてでそれは、えーまあ、製品それぞれなんですけどもこと Mac に関してはやっぱこれ高いんですよ、高いので分割で払うときに24回までは皆さん、24回までは金利がゼロです。 金利が0でございます、はい、なので、まあ、こういったものはね長いこと使うのがまあもう大前提だと思うので皆さんで、ね、その半年1年とか毎年買えたりはすることはないと思うので、まあ、ご購入ね検討されてる方は、まあ、その長いスパンでよりいいものっていうことでちょっとね高いけど、うん、あの高いから諦めようとかスペックを落とそうっていう時にちょっと懐の事情を考えた時にこのアップルローンも一つう検討してみてはいかがでしょうか。ここから いよいよ、私のね、長い、えー、ローン生活が2年24回、えーかか、待っておりますが、頑張ります はい、頑張って仕事もします。ね、元も取っていきたいと思います。はい、ということでですね、また届きましたら皆さんと一緒に、えー、このね、いろいろ側とかね、えー、デザインがどう変わったかっていうのとか、もろもろ皆さんと一緒に、えー、見てね、楽しんでいければと思いますので、よろしければその時も一緒にご覧になっていただければと思います。では、この動画、最後まで見ていただいてありがとうございます。まあね、えー、よかったよと、頑張れよと、<laughs> 75万を支払い頑張れよっていう方、よろしければ、えー、いいねボタン、 1一つ押していただけると頑張れますので、<laughs> 鬼ロマン頑張れますんで、頑張れっていう、ことでいいねボタン1つよろしくお願いいたします。でね、また、あの、次の、これがね、届きましたっていうね、もちろん、あの、 報告もいたしますのでその時にチャンネル登録皆さんしていただけるとですね皆さんの方にピコンとお知らせがいきますのでよろしければチャンネル登録の方も一つよろしくお願いいたしますはいでは最後までご覧いただいてありがとうございました、えー、他にもですねこのチャンネルでは私が、えー、今ですねバイクに興味を持ちまして40半ばで初めてバイクに興味を持ってですね、えー その今教習所に通ってるんですけどもでバイクの免許を取ったらえハンターカブというですねバイクに乗ってこののさんの大好きな寅さんの見た風景をまあ聖地探訪しようという企画も今、進めてますのでよろしければそちらもご覧ください。はいということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ままたたお会いいたしましょうババイバイぐえ24回ぐえ75番ぐえ